三、はい。カフェ&バーロガからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です、はい、そして今日のゲストはカフェ&バーロガオーナーの太田康介さんです。はい、太田康介です。はい、よろしくお願いします。お願いします、今日はですね、また石造りの素敵なカフェですね。ありがとうございます。ちょっと住所とか先に言ってもらって、はい、札幌市北区北七条西五丁目にあります、はい、お店の方は、北八条通りに面してまして、北向きになる石の蔵でできている店です。はい、とってもね、おしゃれな可愛い外観もそうなんですけど、中も本当可愛いです、メニューもなかなか豊富なですね、はい、カフェさんなんですけれども、はい、ではこちらのご紹介含めてですね、はい、太田さんってこんな人な会で今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速太田さんにも3つのキーワードご用意いたしました。今日はこちらになります。じゃん。掲示板になる自信があった。何もないからチャンスなんだと言われた。ここをベースに介護施設も。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにですね、こちらのカフェさんのご紹介をしていただきたいと思います。営業時間は、11時半から夜の11時までやっております、はい、で、夕方5時からちょっとメニューの方も夜メニューが増える形になってるんですけども、はい、うん、まあ、昼から、アルコールも提供してます、はい、で、昼はですね、手作りパンのホットドッグと あと無水カレーがそうそう、まあ、一番中心になってます。そうなんです、はいはい、で、まあ、夜はですね、お店のコンセプトとすると、うん、1.5 次会にかのような食べ物ということで、はい、まあ、しっかりしたものも食べれますし、うん、逆に、うん、サクッと食べれるものもあります、はい、軽めのおつまみになるものとか。あ、そうですね、あとはですね、最近やっとお店が8月で丸4年を迎えるんですけど、はい、最近やっと気づいたことが、はい、甘いものとお酒を、うん、食べたい方のグループにうちは結構強いんではないかと思います。おー、なるほど。どっか行く前とか、はい、その後とか。そうです、そうですね。あ、なるほど、はい、うん、ですから、まあ、そういったところの利用、あとはちょっと店舗の方も、はい、お席数もちょっと2階、ここ2階なんですけど、そうですね、2階もいいよ。広めに割と席作っているので、うん、まあ、ご宴会とやってますので、はい、お願いします。ぜひご利用いただきたいと思います、はい、さあ、こちらの石造りのカフェで、もともとご実家隣なんですってね。そうなんです、はい、でこの建物自体も、札幌軟石で約今100年の一応すごいです ね、こんなところを使うなんて贅沢な。ここお見せする前何だったんですか、ね、これはもう完璧なる我が家の物置です。物置だった、ね、もったいない、うん、よかったですね、でカフェにできて。いやね、そう思ってます、うん、で一応この蔵はですね、一番最初は質屋さんのために作られたみたいで、その次が新聞屋さんで、で3代目が我が家のカメラ屋さん、はい、で私で4代目で使い方になってます。札幌軟石の石の蔵100年、はい、そんな歴史がありましたか。はい、だから北海道にしては本当に古い建物ですよね、うんうん、そんな雰囲気もお楽しみ、コーヒーと一緒にですね、お楽しみいただきたいと思います。はい、さあ、ここのカフェを作ったのはもともと若い頃からカフェを目指していたわけじゃ実はないんですね、はい、海外でいろいろカフェも見てきて、うん、こんな場所を作りたいと思ったのがきっかけだそうですが、はい、はい、まあ日本ですとカフェやバーって非常に敷居高いというか、まあ、気軽に行くっていう感覚ではないと思うんですけど、まあ、はい、僕が見てきた外国のやっぱカフェやバーっていうのはすごく身近で、はい、むしろ、うん、まずは行くという目的があるんですね、だから、何々を食べに行く、何々飲みに行くっていうのも大事なんですけど、はい、まずはそこに行って、うん、から考えるというか、うん、まずは行くっていうの目的の中にあるような場所なんです。もう日々の生活の中に近所のカフェに行くっていうのがもう習慣になってるんですね、うん、そうですね、うん、ですからその中で、はい、非常に先ほど最初見せた掲示板になる自信があるとありましたけど、はい、
今ってすごくウェブがすごくインターネットもすごく普及してますから、はい、いろんなことの検索はできると、うん、でもあの実はやっぱり一番はあの人同士の直接な言葉、うん、顔が見れることだと思うんですけども、そうですね、うん、私本当に人に恵まれてこの今日まで来ましたので、はい、そういう人と同士人のつながりをもしあのお手伝いできたらなっていう偉そうなんですけど、うんうん、いう思いからあのみんなフラッと来てでここでいろいろコミュニケーション取って、うん、最近どうみたいな話 そうですね、そこでの地域の話題をまた伝えていく掲示板みたいになる、うん、これまた自信があったということ、うんね、本当にあの来ていただいて、はい、あの私のお話じゃなくてもですね周りのお客様の表情を見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、皆さんあの僕本当にあの普通客層って決めなきゃいけないと思うんですけど、ああなるほどこの店のターゲットはみたいな、そうです、うん、でもね僕ねターゲットを決めないから僕がやりたかったんですね、あですから、はい、あの非常に各年代、うん、いろんな職種の方々が、うんまあ、国籍問わずですね、うん来ていただけるお店だと思いますので、うんうん、もしかしたら皆さんが今やろうとしてることとか、はい、逆言ったら今、うん、悩んでることとかも踏まえてですね、はいうんお力になれるではないかと勝手に思って、うん、で現にですね、はい、あの関わらさせていただいた方は、うん、あの喜んでいただけてるケースはあるんではないかと思っております。はい、すごくね私太田さん世代があの僕は掲示板になれるみたいにおっしゃったのすごい新鮮だったんですけれども、もともと太田さんこの辺で生まれ育って、ここなんか本当に駅前のね、はい、もうすごいもう札幌のこれ以上ど真ん中ないっていうぐらいのど真ん中ですけれども、意外とここで生まれ育った太田さん曰く昔からのコミュニティがもともとある土地柄らしいんですよね、うんはい、そうなんですね、うん、だから、本当に近所の個人の商店の方もいますし、はい、そこの方々にあのご指導いただいた部分も正直あって、うんまあ、割と、まあ、今もそうですけどまだ元気いい部分があるので、はい、そこをコラッと怒っていただいたり、あ地域のおじちゃんにコラッと怒られながら育ちましたか、はい、そうなんです。だからなんか今自分にもあの息子が2人いるんですけど、はい、そういう部分で、まあ、自分の祖父母の代からここで継続して生活させてもらってきたので、うんうん、そういう環境で自分たちの息子も育てたいし育ててもらいたいなと思って、あのお店始めてました。あの地域で子育てって今本当にキーワードになってますけれども、はい、でもそれがなかなかこうあの自分がそういう経験がないと、うん、なんかピンとこないと思うんですけど、はい、逆に太田さんの場合は、はい、自分がそうやって地域に育てられてきたから、うん、自分の子供もあと自分の家族もそういうふうにしていきたいなっていう思いがあって、もともとここが実家だって言ったら本当にこう 強みですよね、それがね。そうですね、うん、なんかむしろだから始めさせてもらおう、うんと思ってますね、思いました。自分の生まれ育ったこの地域で、はい、だからこれがただカフェをやりたい、同じように人には恵まれているので、はい、掲示板になるっていう思いで、はい、同じような環境が他にあったとしても、うん、そこじゃできないと思います。だからここだからやれる、うん、自分のキャパに合ってるんではないかと、まだキャパ以上かもしれないですけど、はい、うん、やりたいなって思いました。そんな太田さんなんですけれども、あの JICA の活動にも参加されていたということで、そのあたりをでは2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです、じゃん、